2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているよね。とはいえ世界の海軍に目を移せば多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われているよな。そうだね。さて今回は原子力推進を機関とする航空母艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に現ロシア海軍のキイロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めているんだ。そもそも原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ90隻、ジェラルド・アール・フォード級を1隻、後者がシャルル・ド・ゴールと合計でも12隻しかないぜ。しかしアメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態ってわけだ。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計建造燃料交換が可能な唯一の造船企業なんだ。エンタープライズはアメリカ海軍のそして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっているよ。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2 ダブル加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも多額の費用が必要となってくるんだ。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを実際に記念艦として復元し、保存することの意義については意見が分かれている感もあり、実際に最終的な措置がどのように推移するのかの決定には未だしばらく時間を要すだろうね。ちなみにエンタープライズという艦名はアメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・アール・フォード級の3番艦として2022年4月に寄港されたものにすでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みだぜ。そして今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していくらしい。ニミッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われるな。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なく見積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵するようだぜ。さて続いての原子力潜水艦であるがこちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6か国が保有運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっているんだ。こうした中で西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるんだけど、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近なんだよね。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があったんだ。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3か国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、
オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されているみたい。その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるんだけど、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されているよ。すなわちオーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に経由して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだな。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているんだと思うぜ。さてそんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表したよ。今回のこの両社の契約の目的はアメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されているんだ。前述したようにアメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だね。こうしてアメリアとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも、協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろうな。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていた、シフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を保護にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうかと予想されるぜ。さてイギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられているね。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアだよ。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして1番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの経由保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け燃料と放射性物質の除去を実施するみたい。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べているな。イギリス海軍はスウィフトシュア級より以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻も全て経由保管しており、今回のスウィフトシュアは予定では2026年内に解体を終えるとしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月に海上自衛隊第4護衛隊軍が XQ Twitter の公式チャンネルにおいて、第4護衛隊軍司令部が第3護衛隊軍第3護衛隊母港舞鶴所属の、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表したね。さらに、X にヒューガが難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像を公開したぜ。さて今回は護衛艦ヒューガが関門海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
この合同訓練に参加したのは舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属の日向と第7護衛隊所属の夕立に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の五隻であるが、なぜこのような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、またなぜ第3護衛隊軍の日向に第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されておらず理由は不明なんだって。現在の護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍エスコートフロティラが編成されていて、各護衛隊軍司令は海将補が就任しており、1個護衛隊軍はヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻にイージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と、汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる1個護衛隊 DDG グループの2個護衛隊の8隻で編成され、4個護衛隊軍計32隻が有事に備えているんだ。海上自衛隊ではこの4個護衛隊軍を保有することで、訓練などについて周期的にローテーションを行いながら、常時1個ないしは2個の護衛隊軍を高度な連携状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応体制が整えられているね。そして、4個護衛隊軍を構成する32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に計16隻の護衛艦小型及び旧式の汎用護衛艦が配備されており、有事においては沿海防衛用の戦力として地方総監が運用を行うことになっていて、平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱においてこの護衛艦隊直轄護衛隊が6個護衛隊に拡大されることが決められ、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定だな。インターネット上のブログなどでは、今回の合同訓練の目的よりも第4護衛隊軍が X の公式チャンネル上に上げた関門海上を通過する日向の画像が話題になっており、基準排水量13,950トン全長197メートルと海上自衛隊の護衛艦では現在空母への改修が進められている。出雲型護衛艦に次ぐ大きさである日向が、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では幅500メートルしかなく潮流が速く海上交通の難所とされている関門海峡を通過したことに対して驚きを持って伝えられているぜ。日向型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦 DDH で、海上自衛隊としては初の全通飛行甲板を持つ護衛艦として、2004年度平成16年度予算で日向が、2006年平成18年度予算で伊勢が建造され、その後の同じく全通飛行甲板を持つ出雲型護衛艦出雲と加賀のベースともなったんだ。基準排水量13,950トン満載排水量19,000トン推定値全長197メートル最大幅33メートル、深さ22メートル喫水7メートル高さ48メートルの艦隊は出雲型に次ぐ大きさであることから、狭く危険なイメージがある関門海峡を通過したことを軍事系ブログなどが大騒ぎしているんだけど、関門海峡を通過できる船舶は喫水が最大で 11.4 メートルまでとされていて、喫水が7無の日向型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル水船幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルと、日向型護衛艦より一回り大きい艦隊である出雲型護衛艦も通過することができるよ。それゆえに、日向型護衛艦や出雲型護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の呉基地に所属する日向や香川基地から東シナ海に進出する際には、関門海峡を通過していくのはごく普通のことってわけだな。また関門海峡では、民間の船舶においても巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を見ると、
2024年1月19日には全長288ムで総トン数が10万トンを超える超大型の LPG-LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向型護衛艦よりはるかに大きな船舶が日常的に通過しているぜ。関門海峡は、本州山口県下関市と九州福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の地名である馬関現在の下関市の旧称から取った関と、門司現在の北九州市門司区の門を組み合わせたもので、かつては穴と海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていたこともあったね。氷河期以前は陸地だったけど、最終氷期約7万年前1万年前の寒冷期にこの地に発達した河川ができて、花崗岩の岩石を削り流して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったとされているよ。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸と呼ばれ、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡呼ばれていて、メインの航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦とメカリの間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約500の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノットを超えることがあるぜ。そのため大型の船舶が通過できるとはいえ、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いため海難事故は絶えないのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過に細心の注意が必要であることに違いはないぜ。海上自衛隊護衛艦が関係した海難事故としては、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があるね。この事故は10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵左方向への転換を切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突したものなんだ。この事故によってカリナスターとクラマの双方に火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、クラマは艦首部が大破して乗員6名が軽傷を負ったが、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの乗員に負傷者はなかったみたい。この事故については、カリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことがそもそもの事故原因であるとされたんだけど、護衛艦クラマが衝突当時27ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、何もない洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘引した要素の一つであるとされたね。このように関門海峡が危険であることから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から挙げられているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや、鉄道在来線用の間門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の浚渫は難しいとされているな。また、関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下したマーク25や、マーク36などの機雷がまだ数百発残されているとの情報があり、船舶が触雷した報告もあるぜ。そのため海上自衛隊では下関基地隊を下関市に置き、第43掃海隊掃海艇豊島浮島を配備して、今でも関門海峡の機雷掃海の任務を与えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、
海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた、コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1、2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1、2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1、7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実写試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、
弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。